うお。来たぞこれ。うわ、見た。お、え、マジ？よろしくお願いします。準備だ。俺らがね、いつも対戦してるゴルフの侍の特別編で、はい、土井さん対エドゴルフ。土井さん対は2年ぶりぐらい？そうだね、去年はなかったから、はい、いやーね、いつも通りルールは土井さん1人対、はい、対俺らのいい方の、いい方ね、はい、パーボギーだったらその方がエドゴルフパー、はい、で土井さんと18ホール先にしたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ちなみに今日はどのティーから。はい、ここはね、まず我らが北広島、はい、ゴルフクラブの南コース。南コース、はい、南いいスタートで、土井さんと畑谷がバック。はい、これはレディース、レギュラーで、レディースですか。フロントックとかレディース。じゃあ判例的には A クラスだけど、はい、じゃあ A クラス主張するね。主張するね。ちょっとほら、ちょっとずつ上手くなって、はいはいはい、行かないとね。これちょっとハンデも必要だからさ、はい、どうですか土井さん。はい、コンペ以来ですか、ここのコンペ以来です、はい、このちょうど、はいはい、結構罠があるんで、あのそこは僕ら黙ってますんで言わないように、はい、ガチで頑張っていきましょう。パテヤン頼みますよ。いや、俺は土井さんにのちょっと教えを請うために同じティーでもあるからさお前が稼ぐ教え子っていうか、土井さんを見て学ぶタイプで、そう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 、今日は、はい、それも目的なんで、はい、じゃあ、18ホール今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか俺今日はプレッシャーあんまないかもしれない。え、なんか2人の勝負的な。なんでお前がやるんだよどっちか俺がメイン当たり前でしょ。お前の見せ場をためにできるんだ。でも、ハテヤもさ、バックから80台出してたでしょ。出してるね。80台だから出したって勝てないじゃん。いや、そっか。70台やっぱ出していかないと。2人で70台。そうだよね。2人で70台。そりゃそうでしょ。そっか、うん。必ずどっちかはパー。うん。大丈夫。やばいね。ここは出すバーディー取ってない。なんで。じゃあ、どうする俺らから行くか、ホームだから。はい、うん、お願いします。はい、おー、ナイス。ナイス。おー、さすがホームコース。おー、いいとこ。めっちゃ緊張した。なんかもうお気に入ってる感すごかったけどいいんだよ、ここは何も飛ばしても同じだから。俺チーピンするかどうか、あの打ち方怖かったよ。よろしくお願いします。お願いします。完璧です。まあここはちょっと攻めてほしいよね、レギュラー。いや、ちょっと一人だけレギュラーだから恥ずかしいとかね、ちょっと今思ってるんだけど、うん、その気持ちを早く捨てるわいや、だって普段通りじゃん。どう恥ずかしいも何もない、普段通りじゃん。いや、俺はこういう、これがスタンダードだ。お願いします。うん、はいはい、まあまあ大丈夫です。ソロギリギリここに当たった。まずはここ無難にパーを取らないと。あら、ちなみに土井さんは、はい、あのハンデキャップは今おいくつなんですか。今ですか。はい、守ったけど1点。めっちゃ下がってますもん。あれ、前3点なんぼとか。前対戦した時が2.9円なんぼ。年々下がってるんですか。1.9になって、やっぱ
結構すぐ変わるんですよね。へえ。一点なんぼ。すごい。ちょっとまたビビり始めたね、数字を聞いて。一台か。萎縮しちゃう。で、一点なんぼ。それって平均スコアで言ってたら、平均スコア関係ないか。関係ないでしょ。クラーク、バックで回って大体どのぐらいですか。コースリュートが結構高いんですよね。そうですよね。はい、だからあの75ぐらいで回っても1ぐらいとかにする。そんなに、はい、あ、でもまあ75で回れねえもん。75ぐらいとかじゃない。回れねえしって感じ。すごっ。刻みですね。7番で、あの、まあ、広いところで。うん、あ、なんとか生き残ってる。まあまあなんとか。俺緊張してるな。なんでだ。ちょっと久しぶりのラウンド動画。八、まあ八でいいや。ナイス。ど、まっすぐ。いいとこまで行った。刻みです。うん、8番アイアンで。大丈夫か。あ、大丈夫大丈夫。うわ、なんか旗や振りがなんかここ心もと、よそ行きの振りしてる。なんかふわふわしてる。大丈夫か。これが本気の旗やんか。首痛いの。ちょっと草がむしられてますね。あんまり良くない。なんぼ117で。117、結構フォロってるよ。やばい、番手がちょっとやばい。ちょっと最近飛ぶようになったんで、ね、はい、なんか言ってますけど。いや、どれくらい飛ぶんだろう。本当にね、一番手くらい飛んじゃうんだよ。はい。AW。スカッタ。うわ、めっちゃいいキックした、今。左に跳ねる。左に壁パスが出てきた。いや、話寄せたから気楽に。残り80ヤード、90ヤードぐらい。80。飛んでくれよ。あぶねー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。土井さん、残り何もでしょう。78ヤード。まさきさんなりの、はい、3度。来たぞ、これ。うわ、ビタッ、ナイスで、ビッタリ、すごい。やっぱウェッジはアーティザンですね。アーティザンです。いやアーティザン使うとあれぐらい寄るらしいよ、ハテヤン。寄るよ。同じの使ってんじゃん。やっぱ使い手による。使い手によるでしょ。転がってくれ。ナイス。ナイス。逆に。スライスで読んだ？うん。あ、本当。全然違うじゃん。マジで？え？なんで？上りだよね、これ。いや、アンパイに行くところで、ね。マジで。
っぱ早朝じゃないと早いね。転がるわ。早朝しかやってないから。びっくりした。こんな早い。やられた、ナイスバーディー。新作、え、何ですかこれ。ジオギャラクシー。あ、ジオギャラクシー、この前やってたやつですね、はい、新作です。うわー、ジオギャラクシーだと入るんだ。入るんだな。変えようかな、俺も。これ見逃しに洗脳されてる。いや、もうバーディー取ったらしょうがない。バーディー取ったらもう何でもしょうがないよ、何に宣伝されても。頼む、発展。ボギちゃん、もう意味ないな。あ、お前入れてくれ。オッケー、ナイス。まず1個取られた。いきなりバーディー。じゃダメってことが分かったよ、ハタヤ。いやー、ここはやっぱりね、しっかりとバーディー取るホールだった。これ待ってみたい。いや、もうストロークでいきましょう。はい、はい、ちょい上げですね。149ヤード11番ホール。あ、向かってる。あ、バンカーだ。風があんのか、結構。結構上がってるかも。ここは7番で。7番。いやいや、いいですよ、全然。ないと。まあでも段がいい段じゃない。まあ2パットでお願いします。ちょっとこれ安心できないな。116ピッチング AW で飛ぶようになったんで。はい、下届くかだよね、やっぱ。バンカー？うん。え？かすりもしなかったよ。ちょっと怪しいと思う、正直。うん。あれ？なんか巻いてるね。ちょっと怪しかったな。ピンはそんな近くはないか。いい音した。お、やばい。あー、止まった。あ、出てきた、出てきた。土井さんにしては珍しく、ちょっとチャンスじゃないですか、ここは。かな、はい、ちょっと次も相当むずいっすね、あれ。めっちゃむずいね、あれは。これはやばいな。これはさすがの土井さんでもむずいでしょう。バンカー越えで下り。
打つんだろうな。だいぶクローズスタンス。どこ行った？だ、チャンスやん。ダメでしょこれは、さすがに。ロイちゃんダメでしょ。嘘。ロイさん。なんだよ。ここでストロークで稼げると思った。すげえショット打った。マジか。いやー、これ弱っ。すいません。ロイさんより寄ってない。すいません。頑張り当てる。いや、いいよいいよいいよ。ナイス。ナイスタッチ。いや、これ、それでボギーじゃない？え？ボギーでしょ、ボギーでしょ。いらなかったね。まっすぐでした。ナイスナイボ。いやあそこから寄せるの卑怯ですよ。卑怯とか。ナイスパー。ナイスパー。これ同点ですか。取り返した。はい。よし。さすが旗やん。あそこ寄せたのはすごいですね。やっぱいい出るのかけ。あ、いい。すごい。俺だけなんか道具宣伝できないで終わりそう。アーティザン変えようかな。アーティザンとイーデルに。アーティザンの、いや、ジオギャラクシーかっこいいっすね。黒いし。ありがとうございます。イーブンですね。さあ12番ホールです。電話5番ウッドです。5番ウッド。ここのために南ってあるようなもんだからね。いや、ここより18番のもんだよ。18番。そうか。見た目のやらしさはやっぱここが一番だと思うけどな。さあ、打ち下ろしで右が池、左もカート道で跳ねたらもう即 OB です。あ、すいませんでした。もう解説者気分だから。ここはぶっちゃけチョロでもかです。チョロでもボギーでいける。完璧だ。これでいいんですよ、このホールは。刻み中の刻み。まあまあまあ、いや、いいですよ。80点。いや、100点まであるよ。100はないか。当たりが、当たりだけで言うと30点だから。でも、あの落ちた場所とかから換算すると80まで上がると。 UT、 いやいや、200以上飛ぶから。うわー、しっかりドローで帰ってきた。完璧ですね。いや、ここ怖いですよね。そう、ユーティリティと何番で迷ったんですか。今これスプーンか。あ、スプーンか。ユーティリティの19度で迷って、ここでホームのアダスさんはドライバーを。ドライバー一番分かってないやつ。練習場でいっぱい練習した5番ウッドですか。ここがね、チョロでもいいんだよ。ここのために練習してたからね。ああ、ずっとスライスして、はい、ボギーかダボで、ダボはダメ。ダボはちょっと見てください。ボギーでもいい。2人だからさ、パーを取りに来て。
完璧だこれは。完璧。練習の成果出たよ。よし。ど真ん中。ど真ん中。やったぜ。ここだとセカンドもだいぶ楽だね。はあ。調子乗ってきてる。大丈夫か。はたやん。センターまで約153ヤード。ピン奥ですね。ピンが奥すぎるの。奥すぎるね。まあでもその分しっかり打てるから。どうですか。手前を気にせず行けますよ。少し左足下がりですかね。6番で、はい、打ち上げ込みで160ちょっと待ってますね。風は激しいです。あとはやばいかも。あ、高かったもん。うん、大丈夫大丈夫。危ねえ危ねえ危ねえ。150結構ありますね。風が強かったのか。7番です。はい。うわ、向かってったわこれ。あー、ナイスオン。乗った。しっかりと。ありがとうございます。半額141ヤード。141か。上り込みで。はい。なので、アゲンストもあるんで、8番で150ぐらい最近飛ぶんだけど。うん、早く決めてください。そんな悩むとかいらないから、女子みたいなさ。誰も求めてないから、その絵。はい。ちょっとこれやばいな。あ、奥行った。あ、乗った。うん、あ、奥行っちゃった。あ、乗ったかも。フェースピン。ナイス。まあまあまだチャンスはあるね。やばい。ガッ。おお。OK です。え、マジ？うぅ、ナイスパー！ナイスパー！え、0.1%。 俺打たなくて。はい、いや、すごい。え、決めた。やっぱイーデルのおかげですね。ドイさんの。タヤン決めるやん。マジか。ま、あれ入れちゃう。おい、全員パーですか。すごいよこれ、レベル高くなっちゃった。すごいね。よし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 。バーディーじゃなきゃ釣れないのかな。レベル高いとか。やばいよこれ。いいよ、出だしいいよ。どっちも発作が起きる可能性があるからね、映像ゴルフの。俺ら、うん、俺ら同じホールで同じ発作が。それだけは避けたよね。そうそうそう、助け合わないと意味ないからね。ダブルスは。いや、いいよ、調子いいよ。はい。これが1個目のじゃ動画だね。はい。じゃあ次の動画、ハタヤンが荒れる。こう期待。今年あったら意味ないじゃん。